今川家の人質となるはずだった徳川家康を奪取し、信長は兵を引き上げた。家康を得て三河に楔を打ち込んだ信長は、次なる一手として北に隣接する美濃への侵攻を決断。この頃美濃では剣謀術数を駆使して成り上がった斎藤道三が旧国司を退けて支配の実権を握っていた。マムシの異名を取る道三は信長の父信秀も攻めあぐねた難敵であった。真っ向から挑んでも勝機は薄いと判断した信長は、弟信行らと共に美濃への侵攻を試みる。美濃襲撃。兄上、尾張国内すら一枚岩ではないというのに、斎藤道三を相手に戦など無謀に過ぎます。だからこそ挑むのだ。もし道三に勝てば織田の武名は高まり、尾張一国従わぬ者はいなくなるだろう。恐れながら信長様、戦は博打じゃございません。負けた時のことも考えていただかねえと。やめよう勝家、信行兄様が反対してもダメなら、もう信長兄様に何を言っても無駄だと思う。一は兄のことをよく分かっているようだな。信行、権六、承知してくれるか。申し上げるべきことは申し上げました。この上は私も腹をくくって美濃にお供しましょう。信行兄様だけに苦労はかけさせない。私も美濃に行くよ。姫、またそんな無茶なことを。まあ姫も行って引っ込むお方じゃねえか。聞いたか家康、美濃に攻め入ることになったぞ。はい、先ほど私たちにも出陣の下知が。兄上のお役に立つ好機、心して望まなくては。気合い入ってるじゃねえか。信長様もお前に期待してるみてえだ。頑張れよ。半蔵、平八、出陣の支度を急いでくれ。なんだ竹千代、ずいぶんと張り切ってんだな。ああ、必ず手柄を上げて私が一人前の者の筆であると兄上に認めていただかなくては。その意気はよし。とはいえ賞賛は五分にも満たぬ。若、くれぐれもご油断なきよう。俺のやり方見せてやろう。稲葉山城だ。
全軍進め。まずは手近な砦を奪い足がかりにするぞ。稲葉山城は父上でも落とせなかった戦場だ。前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。分かった、ここは任せて。あんまり無茶はしないでね。総大将が自ら先陣に立って武働きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。お相手いたす。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男は非凡の将か、まことのうつけか。推し量るならば今が好機。この俺を止めようとて無駄よ。内藤家家臣明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い。こう止めたか。無作法な。この石頭は、このうつけは俺が切る。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするが。まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。相手はあの斎藤道三。しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございます。お若、信長様を過信して命を縮めることなきよう。無礼ながら一旦引かせていただく。わざわざ敵に断りを入れて引くか。腕は立つようだが。日本は強い。織田本陣を強撃せよ。宇津家殿に兵法というものを教えてやり。まずい、斎藤勢を抑えきれぬ。斎藤勢が押してきている。このままでは本陣を守りきれぬぞ。斎藤東西から同時に敵が。一方だけでも私が何とかしなければ。信行はあちらに動いている。ならばもう一方の敵は俺たちが止めるぞ。ここで斎藤勢を食い止める。織田の本陣に行かせてはならぬ。おお、味方の加勢が来てくれたか。これならば斎藤勢を押し返せよ。目障りだ。俺をうつけとは侮ったか。この
殺し引かせていただこう。やはり兄上はお強い。信行の初動の速さに助けられたか。我が弟ながら頼もしいことだ。敵勢は食い止めた。安心はできない。本陣に戻り守りを固めておくとしよう。織田信長、美濃を犯した愚行、死して悔やめ。もしも死んだら悔やんでやろう。俺は殺されても死なんがな。東西からの攻撃は免れたか。道三め、手間をかけさせてくれる。織田ごときに勝手はさせぬ。出るぞ開門。斎藤勢は焦って砦から出てきた。奴らを掃討し道三の元へ攻め進むぞ。味方本陣の危機は去ったようだな。攻勢に出る好機、敵を押し込むのだ。織田はかろうじてしのいだか。しかしこの道三の首を取るにはまだ遠いぞ。織田勢が東西に分散している今が好機だ。出撃の合図を。敵本陣を叩くんだ。合図が出たか。おい俺も行くぞ。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。これより先に進ませはせぬ。我ら美濃三人衆の部、徳と美よ。どうにか織田の勢いを止めないと。ご詰めに出陣の合図を。先ほどから小細工しているのは道三ではなくあいつか。捨ておけんな。聞かせていただこう。邪魔者は覗いたぞ。進め。ほう、なかなかやるな。織田信長、ちと興味が湧いてきたわ。なんと見事な。この俺を止めようとて無駄よ。わけには。どけどけ、俺の邪魔をするんじゃねえ。お前が信長か。評判通り、うつけた面をしてやがる。イノシシ面で、そう吠えるな。誰がイノシシ面だ。勝手にならねえ。叩き潰してやる。なんとか本陣への攻撃は防ぎきったか。だいぶ兵を消耗してしまったな。敵本陣を落とせると思ったのに。織田勢は思ったよりもしぶといみたいだ。力添え感謝いたす。
策で稲葉山城を落とすつもり？いくら勢いがあっても無茶だと思うな。強引だな。彼らの力を見くびってたみたいだ。軍師が倒れて増援がやんだか。残る連中はそこが知れていよう。先へ進むぞ。そうやすやすと進ませぬ。者ども押し出せ。この音、敵兵を鼓舞する陣太鼓か。見過ごせんな。士気を高められては厄介だ。あの手の連中は先に倒しておくに限る。道山様のもとへ行かせるものか。俺の刃で止めてみせる。開門。いずれまた戦場で手合わせ願おう。開門。だいぶ手こずったが、道山まではもうすぐだ。お主の器、マムシの牙で測ってやるとしようか。俺も道さんを侮るほどうぬぼれてはいない。総身の力を持って打ち取れ。目障りだ。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。なるほど、存外やりよるが、我が城を攻める余力まではあるまい。ここまで追い詰めたが、味方の損害も大きい。城攻めはまたの機会だ。こたびは引こう。
稲葉山城を落とすには至りませんでしたが、まさかあそこまで堂さんを追い詰めるとは。まあしかし堂さんはさすがに強かったな。堂さんに従う将もしかり、面白そうな奴も見たぞ。あの石頭、名は何と言ったか。兄様はなんでそんなに気楽でいられるの？命を落としてもおかしくない戦だったのに。確かにこたびは際どい戦でした。あんな無茶な戦、しばらくはごめんです。そうだな、しばらくは控えるとしよう。頼みますよ、本当に。美濃より和睦の使者が参ったとか。ああ、その証として織田との縁組を申し入れてきた。堂さんの娘を俺に嫁がせたいそうだ。兄様が気に入られたってことなのかな。その縁談受けるつもりなの？斎藤家との縁談がなれば当面の敵を今川に絞ることができる。私は賛成です。この話受けてやるか。破談にしては堂さんに恨まれようしな。私も仲良くできるといいな。でもマムシの姫君か、すごく怖い人だったりして。それも一興。信行、話を進めておけ。承知しました。